さあ、旅しようか。お帰りなさいませ。女の話をしよう。着替えた時から女は注目を集めていた。虫も殺せない可憐さで、女は男を管理する。節度のある生活を。なるほど、そいつは聞こえがいい。無駄のない人生を。いかにもそいつは素晴らしい。待っているのは計算監獄。無くなるものこそ残酷だ。美目秀麗、貧困法制。なのにどうしてこうなった。
浮かない顔だな。また新しい困りごとでも。あれに会ったのか。ではその顔にも納得がいく。ようやく真の敵と知り合ったわけだ。聖杯戦争の運営 NPC をこちら側に引きずり込み、ロールを書き換えたのは彼女だ。この購買の売り上げも全て上納するよう BB に設定されている。全く困ったものだ。それでは商いの意欲が激減してしまう。交渉の末、みかじめ料として純利益の 5% を納めることで話はまとまったよ。それとこれとは話が別だ。確かな商品を確かな価格でご提供する。それが店員の矜持というやつだ。聖杯戦争の監督役から購買部の雇われ店長という転落を果たしたものの、私の中身は変わらない。今後も愛想のない店員として君たちの七転八倒を見守らせていただこう。どんな手を打つ気かな。いってらっしゃいませ。
もありません。ですね。息してます？先輩？あれ？ガトーのやつ、いないの？こういう時、イの一番で騒ぎそうじゃない？あいつ。
おっさんならちょっと前からいないっすよ。僕も探してみたけど、トイレにもいないっす。まあ基本何考えてるかわかんないキャラだし、カメラに映らない校舎裏で修行でもしてるんじゃないっすか。うわっ、なんだよこの通信。っていうかオタク、誰、どこの三流キャラ。シンジさんくんは相変わらずっすね。その初対面の相手でも見下す癖、やめた方がいいっすよ。そんなんだからピースジャーナルでスーパーチャンプ頑張ってちゃん、ワカメとか言われる始末、ジナコさんからの上から目線の忠告っすよ。ジナコって、お前あのジナコか。 FA プレイ時間6000超えのトータルチャンプ。そう、褒めるな褒めるな、何も出さないっすからね。プレイ時間イコール勝ち組の証、これゲーマーの常識っす。ただの廃人プレイヤーじゃないか。 FA が発売してからまだ1年だぞ。1日平均18時間で何年生だよお前。それは秘密っす。ジナコさんは眠りすら忘れた廃人、寝てる時さえレベル上げてるっすからね。もし、不思議に思ったのですが、ジナコさんはガトーさんと面識があるのですか。オルス、おっさん割と用務員室に来るっすよ。うるさくてたまんないっす。まあ一度も中には入れてないけど、お菓子とか持ってくるし、話ぐらいは聞いてあげてた。そうでしたか。呼びかけに応じないのは気になりますが、今はミス遠坂の話を優先しましょう。ミス遠坂、我々も見ていましたが、詳しい説明を聞かせてください。あなたに起きた出来事と、あの黒い少女が何者なのかについて。その前に一応謝っておくわ。ごめんなさい、いろいろ私が悪かったです。だから全部忘れてください。BB に利用されていたとはいえ、あなたたち、特にあなたには迷惑をかけたから。
気にする必要はありません、ミス遠坂。僕はずっとあなたを信頼していました。この結果は予想通りです。レオ、そんなに私のことを。ごめんなさい、あなたを誤解していたわ。温室育ちのお坊ちゃまで先民思想に凝り固まった基本最悪な野郎だと思っていたのに。はい、初めからミス遠坂はかませだと信じていましたから。このひどい結果はマジ予想通りです。そこ信じるところが違うわよね。やっぱりあんたは敵。一瞬でも感動した私がバカだったわ。おや、それはもったいないことをしました。ミス遠坂に感動してもらえるなんて、聖杯戦争で勝ち抜くより難しそうなのに。うん、言ってなさい、冷血人間。それじゃ改めて自己紹介するわ。私は遠坂凛、聖杯戦争に参加したものの BB に捕まったマスターの一人よ。でも本戦でどこまで勝ち残っていたか、本戦で何があったのかはよく覚えていないの。私が覚えていることは、本戦で黒いノイズに襲われたことと、その後 BB に意識をいじられたこと。 BB は言ったわ。このまま迷宮を維持していればあなたの願いは何でも叶うって。気がついたら私は自分の心にとっても素直になっていて、迷宮のボスとして振る舞っていたの。あとはみんなは知っている通りよ。私は赤いランサーと組んで迷宮の主になっていた。主になっていた時はいろんなことを把握していた気がするんだけど、ごめんなさい、それも思い出せないの。なんか忘れちゃったっていうより、はじめから記憶していなかった感じというか。なるほど。おそらくミス遠坂はあの黒い AI に意識の一部を占有されていたのでしょう。外付けのハードディスクのようなものです。あの AI とつながっている間は AI に支配され、同時にAI が持つ情報を引き出せる。しかし接続が外れた今は、自由になった代わりに AI が知っていた知識は共有できない。先ほどまでのミス遠坂は遠坂凛でもあり、黒い AI の分身でもあったということですね。うまいこと言うわね。でもそれが正解だと思う。私は手のいい操り人形だった。私たちをここに閉じ込めた犯人、聖杯戦争を台無しにした元凶はあの AI BB よ。
BB についてですね。率直に聞きましょう、桜。あの少女の AI は何者です？映像を見る限り、あなたと同じ顔でしたが。あれは、私の動画滝です。動画滝？ムーンセルにマスターの情報を送る。管理タイプ AI の動画多機ということですか。 NPC にも動画多機が複数ありますから、あなたの動画多機がいてもおかしくはありませんが。やっぱりね、ムーンセルにデータを報告するサクラの動画多機ならムーンセルへのフリーパスコードを持っている。その気になればセラフをそっくりそのままハックできてもおかしくない。というより、それが目の前の現実ね。あの管理 AI が暴走して、私たちの聖杯戦争をめちゃくちゃにした。そう断定していいの、さくら？否定材料はありません。原因はわかりませんが、状況は決定的です。あの管理 AI、BB の目的は不明ですが、彼女が皆さんや私たち NPC をこの裏側に引き込んだ犯人だと私も同意します。ですが、その、本当に申し訳ないんですけど、私には彼女を止める力も権限もなくて。それはしょうがないわよ。あなたはきちんと機能している AI で、あっちは暴走している AI だもの。BB はチートの塊。ルールに準拠するサクラには BB を止めることはできないわ。あのさ、ちょっと待ってくれない？その BB ってやつ？そいつが暴走しているとか、なんで断定できるわけ？元からそういう AI って可能性は？例えば、聖杯戦争で不正があった場合に出てくる警察みたいな役割とかさ。超法規的処置ってやつっすか？悪質なプレイヤーがいたボードごと参加者全員デリートするみたいな。そう、それだよ。さすが廃人プレイヤー、話が早いね。それはありえません。ムーセルはマスターのルール違反は咎めますが、ルールそのものを破壊することはないんです。聖杯戦争の舞台である校舎を丸ごと侵食する、そんな権限を与えられた AI は存在しません。そもそも、それだけの膨大な演算容量を持った AI をムーセルは作りません。BB は存在してはいけない AI です。だろうな。ムーンセルは管理の怪物だ。
飼い犬に手を噛まれる状況を自ら作ることはあるまい。あの AI BB は偶発的なバグでムーンセルの管理から外れたと見るべきだろう。その後、独自の判断、おそらく自己保存や業務の効率化を基準としたアルゴリズムで自らの機能増築を選択した。その方法が記憶容量の補強摂取だ。BB はサーバントや NPC を分解し自分のメモリとして使用することでより高度な AI に成長しようと結論した。管理の目から離れた AI にリミットはない。 BB は際限なくマスターたちを捕まえこの月の裏側に沈めていった。我々はあの女のさらなる追加メモリとして保存されていたが、この旧校舎のおかげでかろうじて生き残った。そんなところか。ちょっと待ってよ。それじゃあ僕たちを殺してパーツにするってこと？そんなの人殺しと同じじゃないか。AI の分際で人間に逆らうとかふざけてるよね。地上ではな。しかしここは月だ。AI には人間に従う三原則は設けられていない。はい。私たちにある原則は、ムーンセルを正しく運営すると、与えられた職務を全うすることだけです。私は、マスターの皆さんの健康管理 AI ですから、その原則のもと皆さんを保護します。ですが他の AI は違います。彼らはもし皆さんがムーンセルにとって意味がないものになった場合、効率的な運営のために削除しようとするでしょう。なんだよそれ。それじゃあ、もしムーンセルの目が届かない場所だったら、AI も NPC も敵ってこと？私にはわかりません。AI だけでなく、NPC の中にも人間に不満を持つ個体はあると聞きます。けど、BB のように自分から、マスターの皆さんを取り込もうとする AI はいないはずです。なぜなら、そこまでする理由がありません。たとえ不満があっても、それは感情値を揺らがせるだけのもの。こんな悪魔めいた行動にはつながらない。BB は狂っています。AI として BB は破綻している。
自分の機能拡張だけを目的にしているんです。このまま放っておけば BB は理由なく NPC やサーバントを取り込み、最後にはムーンセルにまで手を伸ばす。それは聖杯戦争の崩壊にもつながります。その前に誰かが BB を止めないと。なるほど、暴走というよりは狂っているという表現の方が適切ですね。 BB は自分の機能拡張あるいは生命維持かもしれませんが、そのための手段を選ばなくなった。いえ、正しくは選べなくなった。彼女は人間のように見えますが AI です。ムーンセルにデザインされた倫理機能が破損したため、最も効率的な方法のみを選択する機会になってしまったということですね。はい、そういうことだと思ってください。皆さんは自分たちの力でこの状況を改善しなくてはいけません。この状況はムーンセルにとって完全な想定外であり、測定外の出来事なんです。自分たちで何とかしろっていうのか？サーバントもいないのに。お、シンジさんくんはぼっちっすか？あれ、もしかしてサーバント持ってる僕って勝ち組ね、勝ち組？そのサーバントも無駄にしているがな。この場で戦闘に耐えうるマスターはレオとヤツだけだ。いえ、僕は戦闘に出る気はありません。実戦力とは考えないでください。はぁ？何言ってんだよお前。この後に及んでサーバントを隠す気？ここは協力する空気だろ？ああ、そういうこと。確かにリュウは前に出ない方がいいわね。当面の追払いは彼女の仕事よ。はい、さすがミス東坂、理解が早く悪辣です。あなたが僕と同じ立場なら同じ選択をしたでしょう。お褒めに預かり光栄だわ。ちっとも嬉しくないけど、ご苦労様とだけは言ってあげるわよ、レオ会長。なんでだよ。レオのやつ、ここでサーバントを隠して本戦で優位に立つ気なんだぞ。そんなわけないでしょ。レオは本戦で自分のサーバントを堂々と明かしていたんだし。はじめから隠す気なんかないのよ、こいつ。今戦わないのは戦略の一つ。
盤上この一手ってね。レオぐらい際立った切り札だと相手は本気で封じ手を考えてくる。でも切り札の内容を見せなければ対応策の立てようもない。ここ一番の勝負どころまでガウェインの宝具は温存する。そういう話よね。素晴らしい。さすがはミス遠坂。やはり副会長はあなたを置いて他にありませんね。あんたの中じゃ仲間入り確定なのね。私、敵に回った迷惑を返しに来ただけなんだけど。おや、副会長職に不満が？ないわよ。副会長なら問題なし。私も学生の真似事はしてみたかったし。それに、庶務は彼女でしょ？生徒会の仕事として、いろいろお願い聞いてもらえるのよね？もちろんです。彼女のお使いスキルは、会長である僕すら上回りますからね。あんまり嬉しくないスキルっすね。では、状況も分かったところで、もう一度これからの方針を確認しましょう。我々生き残ったマスターは、月の表側に戻るため、桜迷宮を突破する必要がある。先陣は彼女に切ってもらいます。僕たち生徒会は、ここで彼女のバックアップをする。当然、僕たちを裏側に引き込んだ BB の妨害があるでしょうが、それは一丸になって撃退する。大雑把に言うと以上ですが、何か質問、反論はありますか？私は、皆さんのお力になりたいです。BB と同型機ですから、信用してはいただけないでしょうけど。その心配は不要です、桜。あなたの倫理回路は正常を保っています。AI として高い完成度であることは、僕が保証します。そうですね。思えば、この旧校舎が使えるのも、さくらさんがいたからこそ。さくらさんがいなければ、私たちは虚数空間に放り出され、今頃は泡と消えていたでしょう。信用も信頼もしておりますわ。まあね。こっちの桜はどんくさい顔してるし、僕たちを裏切るとか、そんな頭のいいまでできそうにないじゃん。レアゲット！で、なんすかこの空気。桜さんを信用するかどうか？ああ、僕に意見求められてもな。
の平穏を脅かさない限り、ジナコさんは誰でもノーヘイトっす。さくらさん、不幸属性で美味しいし。だってさ、私もあなたが仲間でいてくれると心強いわ。なんか表では世話になってたみたいだし。皆さん、ありがとうございます。私、嬉しいです。できる限り役に立ってみせますね。限り役に立つとか正気ですか？頭悪いにも程があります。この声、レオ、外部との回線は？防壁ちゃんと作ってる？無論です。この旧校舎のセキュリティは万全を期しています。ですが、はい。月の裏側でも、ここはセラフです。基本演算をムーンセルが行う、クラウドコンピューター型の世界。ネットワークに依存している以上、完璧なセキュリティは存在しません。ですから、こんなこともできちゃいます。さあ、拍手の準備はいいですか、皆さん。いい子も悪い子もみんなまとめてラッピング。キャンディーにして再出荷。BB チャンネル、始まりです。